FT Sun S versus Ever 5. Ni, it's go!向こうが慣れない車に戸惑ってるうちに一気に突き放す。そのための一本目先行だ。ここは確実に勝たせてもらう。いい車だぜ。やっぱりダーリンは特別なんだね。開けないでダーリン。なんかの車雑誌でジャーナリストが書いてたんだよね。一般公道で世界一速いのはランエボだって。 FD なんぞの出る幕じゃねえんだよ。ケツ振って遊んでる時代じゃねえんだよ。いなくなりやがれ。こっちはランエボなんだぜ。目ん玉飛び出すぐらい怖いのを我慢して高速コーナーでアクセル踏んだってのに、練習もしてねえやつがなんでついてこれんだよ。死んだら走ってんじゃねえよ。ランエボが泣くぜ。センター付近まで膨らむオーソドックスな S 字コーナーの通過ライン。こっちはインベタ気味にタイトに立ち上がる。ラインが苦しい分ランエボのテールが一時的に離れるが、次の左に対してワイドにラインを描いてコーナリングスピードを稼ぐ。そしてコース最長のストレートでぶっちぎる。バカ野郎、知らねえのか。この先は道路工事のバリケードで道幅が狭くなってんだ。2台並んで通れっこないぜ。それ以上寄ってくんだ。こっちはもうスペースがねえんだよ。うわー、バカ野郎。おい、なんだよ。